は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。何も決することはない。拙者はそなたのそばにおる。今はここではできませぬ。より深き闇へ下り、待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるなら、どのような闇でも立ち向かおうぞ。後ほどお会いいたしましょう。さように。されどあなた様のお心は別の地に導くやもしれませぬ。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。
難儀あらば昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。ほっ。貴様はひどきにあるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。の術などない、それは承知しておる。されど再び愛子のもとへ戻らねばならん。一人にはしておけ。あの女は苦しむ。貴様のじゃ。ならば参れ。お主の技を見せてみよ。どうする、遅すぎる。死ね。Thank you.
死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。ヨミに舞い戻るのでなくば。どう。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。この印じゃ、時とは揺られる足なり。拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。
上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者、お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ小僧。お前はわざわざこんな遠くまで死にてきたのか。できぬ。お前のしくじりを改めることもできぬ。
これは黄泉に送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。愛子に会うのじゃ。会わねばならぬ。ヨミが何を試そう、受けてみせようぞ。
先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。誓いを破った奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。アイコはどこだ。先生、お許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき影狼は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきことでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに千切りを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。
しき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。そう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。何故お主は覚悟ごときことをいたすの？思い人と添い遂げるため。
では、守ると誓った者どもを見捨てるのじゃな。もう遅い。みんな、カゲロウに斬られてしもうた。では他の者もまた死ぬ。まばゆい幻、欺かれは済むぞ、ヨミ。前に進むことができようぞ。
ここに切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ兵を見つけしている。核のごとき浅ましき地にありても、この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。ヨミが許すならばじゃ。
解な。早道などありえぬ。誓いに忠誠であるならば。虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。我が失ったものの幻、さらなる欺き、まやかしじゃ。死んならば、もしや我が愛子に会えぬようなことがあるならば、斧が身の身を案じおって
迎えようとしている。いよいよこの腐った騎士を去り、なすべきことをなすのじゃ。お前が志を貫く先にあるのは忘却じゃ。私は見飽きた。黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。あの輩に二度も敗れたのじゃ。
我らは陽炎にとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。ヨミからは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に後となる。行くのじゃ。我が里、炎は今なお燃え続けておる。我らはまたすぐ共になろうぞ、愛子。すぐにじゃ。仕留めたはずでは。誰かおるのか。
まだ息がある奴がいるぞ。長くは持たん。必要のねえ愚か者が。お頭には近づけん。拙者が何を超えてきたか分かるまい。そのとおり。神様、仏様、奇跡じゃ。わしらは見捨てられたと思うとりました。決してありえぬ。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。
スサノオの御子以来の極悪人だが、見言のないお方だ。ま、これが悪民を落とせ。お前の最後の戦じゃ。この犬が。炎が大きすぎる。他に道があるに違いない。誰もおらん。道じゃ。
こたびカゲロウは滅びる。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。愛子のためなら何千回でも死んでやろう。死んでしまいよ。ない。我が命は果たした。愛子が待っておる。トアが待っておる。それがお前の黄泉の深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。愛子が我をヨミへと呼んでおる。己は所詮ただの下方の賊。世に忘れ去られ己の生涯積み上げた欲の果てにもはや何も残っておらぬ。